おはようございます、はい、おはようございます。じゃあ初日今日から回りたいと思います、はい、今日の予定は午前中セマですか、で午後エペックス行くんですか。はい、あのセマと一緒に開催されてる部品の見本市、それも見ていきたいと思います。ちなみにセマ開催中はもうこの辺一帯が車関係者ばっかりということで、今日このホテル泊まってるんですけど、もう朝ごはんもみんななんか車関係の服着たセマのタグぶら下げた人ばっかりということで、もう街全体がセマシーズンになってます。今チケットゲットしたんで、これから中に入りたいと思います。ちなみにチケットは4日間で90ドルなんで1万3500円ぐらいです。今どこですか。今そこ14番、サウスホールか。そうだね、行きますか。こんな感じのフォーメーションなんです。一応サウスから入って、多分サウスのこの1階はタイヤが多い感じですかね。で、あの部品の見本市なんで、こうやってタイヤホイールのショートパーツとかもとにかくめちゃくちゃあって、まあ要はバイヤーの人たちが商談したりとかできる。これすごいね。まあディスクに組み込まれるんだろうけど、ディスクじゃないや、リムに組み込まれるんだろうけど、これすごいっすね。曲がっちゃいそう。あ、カーボンリム。あ、でもついてあるね、ちゃんと。うん、ちゃんと。すごい結構。センターキャップなんてこれ AL13 じゃん。このマットオリーブっていうの。このホイールやばいね。ウッチーがめちゃ反応してるっていう。これ単造？中造？鋳造っぽい。いやでも結構重たくなっちゃうじゃんこれ。なんかさ、このないの。あ、これ内装もカモフラになってシートカバーじゃない。超可愛いじゃん、ファブリックで。これめっちゃ可愛いね、なんか。これシートカバーじゃないよね。じゃないな。こういう限定車があるの。コンプリートか。これ何なの。コンプリートかなってこと。これなんかめっちゃかっこいいね。これいいね。うん、バンパーもモバーがついてる。本当だね。アイマウントこうしてるんだ。で、しかもこれ電動オープンなのかな。ソフトトップの電動オープンだけど、ここが何にもないっていう。これ、あ、スポージープになってる。かわいい。すごいね、これ。このホイールいいよね。このホイールいいね。いや、これだいぶかっこいいよ。これあれっぽい、一番初期初期のさ、このジープっぽい。それ仕様じゃないかな、多分。もう一番初期初期のジープ仕様なんだと思います、多分。あ、書いてあった。あ、コンセプトなんだ。やっぱり41年のジープをイメージ、オマージュしたコンセプトみたいです。ぐちゃぐちゃかっこいいな、かっこいいね。しかも、プラグイン、EV どうですか。いや、モーパーのブース楽しいね、結構ね。今までめちゃくちゃ素通りしてたじゃん。うん、だけど、なんか結構最近こういうラングラーの依頼が増えてきたから。イエーマット発見しました。イエーイ、ウッチーと仲良しマット。今回の展示は SVJ とウルス。これ何？ハース。ゲイ。シスユー。ケン。ケメ。おや。コガちゃんも石田さんも仲良し。I got him last night. Oh damn. Yeah. わ、ちょっと待って。待って。これ電動、電動になってる。ついに電動になりましたよ。あ、そうなんだ。電動だ、本当だ。しかも黒。パウダーで黒くなって、しかも電動になってる。もうちょっと早くする。勝手に早くしちゃダメです。こんな感じでホイールもいろいろ展示。これかっこいいじゃん。これ新作？うん、この辺も新作かな。この辺かっこいいね。かっこいいね、これね。
new aero disc has, it's actually undercut. So it's directional and actually does scoop air. And also has this hidden hardware. It's a different... でウルスは電子クシーのワイドボディキットと L13 の新作のやつ、新作にエアロディスクつけたやつですね。これすごいね、ピンクのパウダー、ね、ですね。しかもこれ24インチにエアロディスクつけてます、うん、で中がマットブラックの新作のホイールに、うん、このブラッシュドの目が透けてるピンクのクリアコートになってるエアロディスクがついてると。すげえ。で TN16 はボンネットとフェンダーとリップ、ランボがない、ランボのエンブレムはパクられてるのと、やばい、マジで。でフィッティングは、フィッティングはまだまだよし、そんなにね、めちゃくちゃ悪いっていう感じ。この辺とか見るとちょっと、ああやっぱり日本でつけた方がこの辺なんさが、いやでもなんかどうしようもない時もある。まあ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 もちろん。でサイドもしっかり変わってて、ね、でリアもで内山的には出面は、出面はちょっと甘いけど、ただ被せてるスタイルだから、うん、あの絶対走れないこの車高じゃ、ああ無理っすね。あもうもう当たっちゃってるね、絶対走れない、もうほぼ当たっちゃってる。なんでここだけマグルにせんかったんやね。どこどこ、あここ、ここだけなんでマットにせんかったあ確かにリアゲートだけグロスブラックになる。なんか新型クラウンみたいな。ディスっとんか、おめえ。いやいや、ディスってない、ディスってない。配色がさ、リアバンパーって、真ん中が。これすごいね。で、あと SVJ。SVJ。DDE って言ったけど。え、じゃあこれタービンとか組んだの？かっこいい、ね。白いホイール。これかっこいい。これなんかワンピースなんだね。うん、ほんますね。で、センターキャップ。うん、センターロックも作れちゃう。これラッピングメインって感じ。でこれがこれね 765?720 これ720のワイドボディ。もうもはやエアロ組んじゃうと720なのか765なのか。フルカーボンで1000万ぐらいするんだよね。そんなするんすか。これやってみたい。ベジックのもうフルフルで組んである。そう、前回り前交換、ドアも前というかドアもフェンダー、ドアカバー交換で、これも新作のホイールに、うん、ディレクショナル回転方向があるエアロディスク。あいいっすね、水色。これでもキャリパーの色と内装の差し色が合わせてる、うん、でしかもマクラーレンロゴ入ってるから張り替えじゃなくて、しかもさ、ここの穴もそう、なんか形が、あ、そうそう、あの新作なんかエアが入るようにで、クーリングできるようになる。だからこっちがポコって出てるんですね。だからこう入るんですね。で80年代ぐらいの時ってレースでも、あ、そう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 、エアロディスクってもともとそれ用だよね。だそれが2020年になってまた戻ってきた。で外装全部ブルーカーボンで、ブルーカーボンですね。だからクリアのブルー吹いてる。すげえな。これドアも全部カーボン、ミラーもカーボン。あ、ここはボディのね。そうだね。だ外側のパネル交換してある感じですよね。でルーフのこのルーフもカーボン、リアフェンダーもカーボン。いや、Thank you。マットさんがネックピース買いました。ありがとうございます。つけよ。こっちの球体にもボンネットとリップとホイールも L13 のセンターロック。ミラーカバーは純正かどうかわかんない。でもサイドと。ナインデザインじゃない？あ、ナインデザイン。あ、ナインデザイン。TN16 のポルシェの。ポルシェブランド。そう、ブランドみたいな。ここも大胆に考えて。ワンピースで作れるんですね。で、サイドも。あ、本当だ。ナインデザインって入ってます。で、デズラは、まあ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 。ナインデザイン VF 貼ってあるから、 VF エンジニアになんかパーツもついてるから、でリアのディフューザーも変えてあって、リアディフューザーかっこいいのかな。でウィングも変わってんのかな。でこっちがカリナ、これ TN16 のカリナみたいです、
これラッピングでしょ、純正色。あ、ラッピングっすね。割とワイルドな感じでラッピングされてて、24ヴェルデステインの24インチエールサーティーヌ。これ回らないやつかな、洗濯機っぽいっすね。で、これロールスバッジも全部ラッピングされてて、で、さっき岡ちゃんが言ったのはドアパネがないから、でもまあ こう開くからしょうがないんじゃないですか。ああ、そうだね、リアのここの処理が海南逆開きなんで、ここがパーツがないのか。でもその代わりダクトになってるから、これかっこいいね。かっこいいね。ちょっと日本で乗るには勇気が必要かな、目立ちすぎちゃって。かっこいい、なんかバンパーのデザインで、意外にこうグリルの中とかはいろんなトレンド全部入れましたっていう感じが。グリルの中塗ってちゃんとなんかそういう処理になってんだね。ザラザラの網がついてきてるでしょ。はぁ、で全部この辺やっぱナンバーないのかっこいい。そうだね、穴すらないからね。もっと薄くてもいいよね。あ、ここね。そうだよ、ね。ああ、そうです。の社長です。はい、みんな握手しましょう。はい。Yeah, call it up, Peter. Nice to meet you. That's good to see you, Peter. アメリカでミーティングした Fenix の社長です。で、And they're like, oh, we photoshopped the color. Like, we photoshopped the color. That wasn't actually the color. I was like, okay, so why would you show? 本当はこの色があれだったはずだったんですよ。Yeah, so このもうちょっと明るい色ですか、ね、黒目のポリッシュの、でもあれに来ちゃったから不満だって実はあの720色がボートメッサー色と違ったということ。もっと濃いブロンズに近い、確かにさっきの色とは違うがどっちかというとゴールドに近い。まあ、これもかっこいいけどね。まあ、メタだな。A6Cの社長はもうちょっと濃い色が良かったみたいで。お、そしてやってまいりました、ボッセ。ボッセは車とかは展示してないのかな、ホイールメインか。わわわ、これすごいね。わ、すげえこれ。ボッセのホイールが所狭しと並べられてます。これ新しいね。最近多いですね、フラットで。これすごい。うわわわわわわ、怪我しそう。なんかボッセのホイールってすごいシャープだよ。めっちゃこう尖ってるという。こんなマイバッハとかいいっすよ。ああ、そうね。こんなやつ BC にもあるよ、ね、なんか見たようなオマージュしたやつが見たことある感じもありつつだけど、ひねってあったり。これすごいっすね。綺麗ですね。綺麗だね、かっこいい。うわ、すごっ。伸びてくる。そうだね、こっちはフェラーリオ。ノビテックにもホイール供給してるんで、ボッセのブースに飾ってあると。あ、カーボンリム。あ、でもこれダイマックかな。ちょっと形が違う気がするけど。でもダイマックじゃない。このなんかここで急に真っ平らに。そう。この辺のフォージドかけるカーボンもいろいろ展示してあったりとか。センターキャップいいよ。ちょっと作ってやる。あ、これかっこいいっすね、センターキャップ。このセンターキャップいいね。そう、入ってるんですね。かっこいいセンターキャップ。何これ、あれなの、ローフォーム。フローフォームでこのセンターキャップなの。これ全然いい。あ、こっちも、うん、これ6ケツ。6ケツなんだ。ランクリとかいいじゃない。あ、確かに。すごい、ケンさん、これ。すごいコンケーブだけど、これもフローフォームなの。そうだ、うん、ハイブリッドボイド。すごいコンケーブだよ、これ。こんな感じのボッセのブースでした。だから車なくてもなんか全然見応えがあるブース。真ん中にこうデカデカと。横山さん気づきました、発泡スチロールそのまんまらしいですよ。でも見えないですよね、雰囲気に。
雰囲気にやられますけど、こんな感じのブースでした。続いて来たのはこのストラーダホイールグループっていうところのブースです。でなんと真ん中にはこのマイバッハが、これラッピングじゃなくて純正のツートン。で内山店長岡君分析によると、なんとロアリングで、普通のロアリングでベタベタにしてあるっぽいです。絶対エラー出ちゃうでしょ、思うんだよね。まあショーなんて多分その辺関係ないんだと思うんですけど、でも結構海外の見てるとベタベタで走ってるじゃん。アメリカのチェックランプとかついても関係ないから。ホイールこれ何インチ ?24?24?24 インチが変わってるみたいです。アメリカって感じですよね。外はこんな感じで、やっぱり人が結構入りました。あ、そういうことか。エレクトリックなんだ。This, you put on your badge, you can change the purpose. 固くしたり荒くしてできるってこと。スポーツ。See, you go down right now, go, feel it, go like this, feel it. Look at this. 今スポーツだと。すごい硬い。あ、硬いんだ。You can go driving and you just push this. Let me go back. すごい、電子制御の足回りが後付けできるんですか。あ、柔らかいんですか。これはコンフォートだ。じゃあハイラックスとかいいじゃないですか。これはもうむちゃくちゃガチガチ。You don't have to stop. You can be driving. You change it as you go. 乗るとこによってこう切り替えられる。いやだからハイラックスリフトアップして、もう電子制御の足回りもめっちゃいいじゃないですか。いいよね。じゃあぜひそんなのは横山さんまで。そう、俺得意だから。Thank you。 アメリカのこういうホットロッドの文化ってマジですごいですよね。もう本当に芸術だからね。だからエアロの取り付けとかっていうの結構多いけど、こういうホットロッドの使い込みとかはマジですごい。エンジンバーン乗ってるじゃん。はい。エンジンバーンとかこれ個人式で付けられるように切ってこでね。切ってこで。コルベットの一番上のやつのエンジン。だからなんかもうこれ全部芸術。噂のオフセット分かるホイール。参考にならねえやつ。オフセットバレるホイール。ワイドボディだから全然参考にならない。11J の -7。あのフルラップした720で履かせていただいたホイールと同じホイール。92かな。やっぱアメリカでもオフセットはバレるんですね。はい。やっぱりロティボームが協賛してるみたいで、向こうの36もこっちの方 BM も。これも全部ロティフォームが使われてます。かっこいいな。これ昔のロールスですね。さあ続いてやってきたのは、狭の会場から少し離れてる APEX って言って、もっとコアな部品の見本市。もう狭と雰囲気が全然違う、もっとめちゃくちゃコアなパーツの見本市。 A出すか。はい、商談とかがメインみたいで、いろんな業者さんがああやって商談してるんですよ。これ何？コネクター屋さん。カプラ？うん、電気自動車。細かいパーツ屋さんですね、これは。全部。空気圧センサー、パワーウィンドウ、電装のショートパーツ。あ、ほらほらほら、あそこザックスが。DRW。エアスプリング、へえ、エアサスト、アッパーアームか。そう、アッパーアーム、さっき教えてもらいました。アッパーアームも何コネクタ使えない。なんやろこれ、角度見てんのかな。そうじゃない。へえ、すごい。洗車機屋さん、
でも確かにこれでボディやってるって思う。これ傷にならないやつ。あ、傷になるね。絶対結構痛い。絶対クリアは傷になるだろうなって。え、引き上げるよ。これ傷かな、これ髪の長い女の人こうやってるみたいな。これすごいこれ日本で見たことないよね。これはないですね。C クラスの距離かな。あ、グレーでじゃあペイントしてないけど、そう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 、実は C クラスのキャリパーってそうブレンボだよ。あれ裏見たら分かりますよね。書いてない、あの書いてなかった、書いてない。というわけで初日はセマのホイールの辺と、まあ、あとはミーティングと、あとは APEX 部品の見本市をお届けしました。 APEX ちなみに車も少しあって、これロティを履いてるという、全然まだ10分の1ぐらいしか多分見れてないと思いますので、続きもまたお伝えしたいと思います。高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。